つそれに引き続きましてというか全然流れを断ち切ってしまいますけれども最近気づいたことで、最近あのアマちゃんという NHK の朝の連ドラ小説ですね、あの15分あるドラマを見てます。毎日見てる？毎日は見てません。で、俺の見方はちょっと特殊で、毎日15分のやつを録画して、で、土曜日か日曜日、休みの日にまとめて見るって感じでやってるんだけど、NHK の連ドラ見たことある？みんな。昔好きだったね。昔？だけど何見てた？昔？何見てたんだ俺。マサ見てるんだよね。俺見てる。アマちゃん。アマちゃん見てる。連ドラ昔見てたよ。見てた？なんか。ほんとちっちゃい時だな、俺見てた。ヒラリ。あー、ヒラリとか見てた。キラリじゃなくて、ヒラリ。ヒラリとか。石田。光だった。そうそう。あれ、そんな、その辺、大体見てる俺。いくつぐらいの時俺らが小学校。小学校の時。小中ぐらいは見てたかな、俺結構。朝。そうだ。他何見てたかって、葵じゃ宮崎葵のやつちょっと見てた。嫌いだよね、そうそう。あの、岡崎が舞台のやつでね。味噌蔵のね。何見てたかな、ヒラリ。そう、これでね、俺は初めて、この朝の連ドラっていうのを見てるんですよ。で、まあ、テレビ自体ほとんど見てないです。普段、で、もうここ最近ずっと見てなかった、うん、っていうことで、で、初めて見始めて、気づいたことがいくつかあるんだけど、うん、まずちっちゃいところから、土曜日もやってんだね、あれ。やってるね。うん、普通なんか平日だけ、月から金だけだと思って、うん、で、このアマチュアのストーリーとかは、だいぶなんだろう、かなり広まってるから、うん、みんな知ってると思う。思うし、すぐは調べれば分かるから説明しないんだけど、クドカンとかが脚本でさ、そうね、クドカンなんだ。クドカンは割と好きだからさ、俺見ようかなって思ってて第1話から見てたんだけど、第6話土曜日をやってると思わず見逃してしまいまして、いきなりでもその時点でもう見るのやめようかなと思ったんだけど、うん、まあ、7話から見て全然別に1回2回あ、確かに、うん、見忘れちゃったからって全然見れるように作ってますってクドカンも言ってるんだけど、それがまず初めて知りましたっていうのと、あと俺は録画なんだけど、まあ、平日の朝8時からやってて、でその再放送がまた昼放送ということで、うん、その同じ日にやってるし、あと BS プレミアムで夜やったりだとか、あと土曜日にはまとめて1週間分の放送っていうのやってんの1時間半って言って、かなりオプションがあるじゃんね。うん、だから、何回か見忘れたとしても、後からまた見たりだとか、自分の生活スタイルに合わせて見ることもできるじゃんね。で、まあ、で、そういうやり方がさ、すごいなんか、日本人というかさ、俺らの生活に密着しやすいというか、どっかでなんか引っかかって見て、なんか、ね、噂、いい、ね、面白いよっていう噂聞いたりして、ちょっと見始めたりっていうのをすごくしやすくしてたり。そうね。あと15分っていうその短さがすごく適当で、うん、例えば今1時間でね、今でも連ドラってやってるけど、結構さ、今多忙な、世の中の中でさ、まとめて1時間を見るっていうのは仮に録画をして見ると言っても、割とそういう時間作るの難しいんじゃないかなって思うんだけど、15分であれば、見れるし、仮に面白くなくても、すごく面白くても、ちょうどいいというか、面白くなくても別になんか、まあ15分だったらまあいいかっていうふうに思うし、うん、次の日だとかには忘れて、うん、またなんとなく見ちゃうみたいなのをやってるうちに、まあこのつまらんさも、割といいのかなみたいに思えちゃうっていう、うん、そういういいバランスなのかなっていうふうに思ったり。うん、あとね、これの、アマちゃんの舞台が岩手県の久慈市っていうところを舞台に撮影してて、実際に北限のアマって言って、ね、世界の中でも一番北にアマさんがいる町で、うん、そういうのを舞台に撮ってるんだけど、この前のゴールデンウィークの観光客が例年の2倍ぐらいお客さんが来たらしくって、今年の夏はさらに来るんじゃないかっていうふうに噂されてて、
岡崎のさ、それこそ純情気だりの時にも、うん、結構あの連ドラで岡崎が有名になって味噌蔵とかが、うん、観光客がすごく来るようになったりもしてるんだけど、うん、そういう、まあ、言ってしまえば寂れたところだとかあんまり注目されないようなところがそういうなんか舞台になることをきっかけに、うん、お客さんが増えたりだとか活性化していくっていうのはなんか一つのある意味ビジネスモデルみたいなものにもつながってくるんかなっていうふうに思ったり、実はアニメとかでもあるんだけど、そういうのが、うん、アニメツーリズムとか言ってさ、あのアニメの舞台のを巡ったりする人がいるんだけど、うん、そういうのも面白いなって思いましたっていうのだね。マサアマチュア見ててどんな感想、うん、今のところ。いや、実に面白いね、ま、うん、何が面白い、何が面白いのかな、うん、キャラクターが面白いかな、みんな、うん、一人一人コミカルだしね、コメディじゃん、うん、基本コメディだもんね、武道館は。主役の子も面白いし、うん、可愛らしいし、俺あの人好きだな、あの潜水部の、うん、あー先生、先生が、先生ね、あの人の名前が知りたいもんね、うん、なんだっけ、猿時とか言って言われてる。まあ2ちゃんとかもちらっと見るとすごい盛り上がったりしてるみたいなね、うん、まあダメ出しみたいなものもあったりするあれもね、その先生もだし、あまちゃん出てる演者さんとかは結構大人計画っていうあの劇団で、あの工藤館もそこに所属してるんだけど、松尾鈴木っていうのが団長でやってる劇団員の人が何人も出てて、うん、っていうのもあってすごくやっぱうまいよね、うまいね、うん、面白いね、うん、本当に面白いんだけどさ。でまあ今話でも出てたね、最後に主演のさ能年玲奈っていう19歳の女の子が、うん、主役なんだけど、その子がすごい可愛いんだよね、うんうん、でなんか俺全然そういうアイドルとか何も興味ないんだけど、多分そのポスト広末的な、ポスト宮崎葵的なぐらい、うん、今後多分人気が出てくると思うんだけど、うん、どうだろう、なんかちょっとブログとかもさちらっと見たりだとか、うん、ちょっと、うん、インタビューのやつ見たりしたんだけど、絵とかがまずすごい上手いじゃんね。でその絵もなんかすごいアーティスティックな絵描くの、なんかあのよく分かりづらいような絵、うん、なんか可愛らしい絵じゃなくって、うん、なんかかなりシュールな絵を描いてたり、あとブログで自分がなんかあのファッションとかがすごい好きみたいで、うん、あの自分でこういうのを作ってみましたみたいな、なんか花の帽子とかのをかぶったりする写真だとかいろいろ撮ってたりするんだけど、そういうのもすごいアーティスティックじゃんね。だからなんかあの普通のテレビドラマとかでなんかいっぱい出るっていうよりかは、なんか映画だとか舞台だとか、もうちょっとあのアーティスティックなっていうか、もうちょっとなんか変わった路線で活躍していくのかな、なるほど、ね、ちょっとしててほしいかなっていうふうに思う。広瀬とかもほとんどでんくなったりしたじゃん。そうだね、うん、最後らへんとか、そうっていう感じで、かなりカリスマ性のある人かなと思ってて、そうだね、うん、ゆいちゃんもいいよね。ゆいちゃんね、ゆいちゃん知ってる、なんか今ちょっといろいろ知ってる、知ってる、なってるな。ゆいちゃんは17歳なんだけど、ね、なんか大人っぽいけどね。そうだね、うん、あの一応その主演のあの秋の親友で、うん、ゆいっていうのが橋本愛っていう子をやってるんだけどね、うん、フライデーで撮られてね。そうね、うん、あ、そうなんだ、うん、フライデー、あの霧島部活やめるってよっていう映画が、あー、それ見たいんだね、うん、俺見たんだけどすごい面白くって、うん、それに出てるんだけど、うん、そこの作品に出てた2人、橋本愛ともう一人男がいるんだけど、うん、パーマやろうみたいなやつがいるんだけど、うん、チャラいやつ男が、うん、それがなんかフライデー撮られて、で橋本愛が17歳だから、それちょっと見たそのニュースなんかチラッとツイッターとかで結構話題になって、17歳となんか俳優だみたいな感じで、うんうん、こいつ捕まえるべきでしょみたいな、全然いいね、かなりまあそのアイドルオタクなりなんなりわかんないけど、変だよね、芸能人ね、親友でブログ閉鎖したりだとかなんなりとかやってるんだけど、普通に高校生と付き合ってるだけじゃんね、うん、だけど
どうなるかそれも見ものですが、最後まで続くのか、かなわちゃんが急に出てこなくなる、急に出てこなくなる、また NHK だけにね、うん、で、NHK の連ドラってさ、基本前半後半みたいな構成になってて、さ、あの前半がその主人公の少年少女時代、子供時代で、うん、で大人になってからが後半みたいな作りをしてるんじゃないの、うん、この前のあのあれはそうだったね、あの小野町子の、小野町子だね、え、ゲゲの小野町子だったっけ、ゲゲの女房ではなく小野さ幸子じゃなくて、なんか分かるよ、顔は分かるよ、大阪の話ね、大阪の話なんだ、ファッションデザイナーの話、なんかあれ尾道かなんかが舞台のやつではない、違う、まあいいや、うん、それは最後だけ、最後だけ主人公がおばあちゃんになったから、うんうん、夏木マリに変わったけど、うんうん、そう、なんかそういうね、うん、成長してるぞ、主人公の人生を描くって感じだから、どうしてもね、ずっと子供のまんまで、ストーリーが全て終わるっていうのはないし、悪党版初めてなんだ、連ドラ、NHK の朝の連ドラ初めて、普通のドラマは、ウエストゲートパークだとか、木更津キャッツアイだとか、やってるもんね、撮ってるけど、悪党版だったんだ、全然知らんかった、うん、なんで、向井秀徳使ってくれればよかったんです、うん、映画でね、うん、なんだっけ、中学生丸山とか、ヤジキタも出てんの、ヤジキタ音楽全部ザーゼンボーイズだし、微妙に出てるし、うん、あと少年メイケンサック音楽やってるし、うんうんうん、まあありえるんじゃないそう、舞台とかも結構音楽やってんだ、クドカンの舞台とかも、うん、ザーゼンボーイズが、うん、向井秀とか、あまちゃんちょっと NHK 側から NG 出たのかな、ちょっとまだ自主規制ちゃう、ね、朝はちょっとみたいな朝にはちょっとっクドカンもあのグループ魂っていうバンドもやっててね、そこら辺すごいロックとかも詳しいし、なんかユラテが好きらしいけどね、あ、そうなんだ、うん、似てるじゃん、うん、っていうのはちょっと話はつきませんが、こんな感じで、はい、うん、ちょっと面白かったっていうのと、カリンとね、ハリよ来いとかって、カリンだよね、イランとかのあたり、君の名はとか、その辺がね、ちっちゃい頃ながらに面白かった、チリとテチンだっけ、あの落語家なんかのやつ見てない、見てないね、その辺見てないか、面白い時は面白いけど、うん、そうだから、アマチュア終わったら次見れるのかどうか分かんないけど、堀ちゃん、ね、の先生は結構人気だったよ、あの、ね、堀ちゃんマギの、で、この前の夏のあった、夏のあったっけ、ああ、夏のあれは不不要で、うん、昔、マサトとかですよね、え、あの、ジザキとかの、うん、ほんと結構昔だかと思ったけど、そんな覚えしかない、 NHK もちょっとね、最近新しいこともそう、ね、やってるような気もするから、うん、ママちゃん面白い、まあテレビも捨てたもんじゃないなということで、かわいいね、確かにね、うん、かわいいよ、愛嬌あるよね、うん、愛嬌ある、で、なんかあの、ね、掲示板とかを見てても結構さ、なんか下水あの言葉とか、ね、よく書き込まれたりするけど、掲示板ってなんかこの主人公の脳年齢に関しては結構なんか娘みたいに可愛く見てるみたいな、うん、この人が多いんだよね、そうだね、うん、闇がないからね、あの子、うん、まあ、おっさんになったから見れるようになったのかなっていうのもありますが、分かんないけど、純粋に面白いかな、うん、最近のドラマ、なるほど、ね、ドラマっていうか、うん、はい、はい、